はい、どうもオーバン TV のオーバンです。という感じで今回はね、またここですよ。今日はね、ちょっとね、以前ちょっと動画で上げさせてもらったんですけど、どうしてもちょっとコロナがひどいんで、ちょっとお家での撮影になるんですけど、今回は焼肉屋で働く私オーバンが皆様に教えたい焼肉屋のまかない飯、タイトル長い。という感じでね、今回そのね、焼肉屋が教えたい焼肉屋が教えたいまかない飯、なんて言ったっけ俺。そう、それで行こう。焼肉屋が教えたいまかない飯というのをね、お家で作れますんで、ぜひねそちらをね、皆さんお家で試してみてくださいよ。ということで、ちょっとねオープニングでダラダラするのもあれなんで、ちょ早速ね作っていきたいと思います。今回私が作らさせていただくのがネギ塩豚丼になります。はい、優勝。はい、優勝よ、もう。すごいな、今日ヒゲ。ヒゲがすごいよ。やっぱりな、30超えてきたらさ、年齢にはやっぱかなわないな。ずっとね、ママにはね、脱毛へ行けって、汚いんじゃないって、じゃ言われるよね。ガチね、そっち俺、そこおるんだけど。なあ。っていう感じで、あ、よく言われるんですけど、まあ。今回ね、そのネギ塩豚丼、これね、僕ね、お店でのまかないでも結構作りました、今までに。その塩だれっていうのを今回作るんだけど、それがね、結構キーマンになってきますんで、それをね、ぜひ皆さんお家で試してみてください。それでは、作っていきたいと思います。レッツクッキングガミルオーラ。はい、どうもオーバーディビのオーバンです。はい、それではね、今回私が作らさせていただくのが焼肉屋が教えるまかないネギ豚、あれ何だったっけ、テイク2。今回私が作らさせていただくのが焼肉屋が教える美味しいまかない、何だったっけ、ネギ塩豚丼です。いや、これはねマジで教えちゃうね。まず今回私が用意させていただくのがこちら、ネギ。早速切っていきたいと思います。それではね、切っていきたいと思います。ここのね、一番最初ヘタを取ったここの最初、ここね、白髪ネギを取るから2つぐらいこう残しちゃおうか。あとはざく切りでいきますね。やっぱりさ、焼肉屋って言ったらね、ネギ塩タンってこれ絶対みんな知ってるやろ。ネギ塩タン、それに使われてるね、ネギを今回ちょっと作りたいと思うんですけど、通常ね、この白ネギを使うところと玉ねぎ、僕は個人的に玉ねぎの方が好きなんですけど、今回ちょっとこのネギでね、チャレンジしてみたいなと思います。それでは切っていきますね。もうざく切りで切っていきますね。多少ね、やっぱり形が残ってるぐらいの方が歯ごたえがあって美味しいよね。あんまり刻みすぎない方が。お分かりいただけただろうか。見すぎない方が。いいよね。いや、これはマジで美味しいよ。OK。で、あとはもう一回細かく。切っていきます。OK。こんな感じで切り刻んでいきます。で、こちらのある程度用意しておいたボウル、この中にね、入れていきますね。次に、さっきね、言った白髪ネギ、それをね、切っていきます。これね、切れ目を半分だけ入れるんよね。こんな感じで。で、これの3枚ぐらい、まあ、4枚かな、4枚、3姉妹取ります。で、これはね、中のネギは切り刻んで。一緒に入れちゃいましょう。OK。で、この白髪ネギはこんな感じでまとめて切りますんで、こうね、細く切っていきます。細切りですね。これは最後飾り付けでね、使うんで、何でもいいんで、これ皿にね、入れて。ちょっと辛みを抜きますんで、水に出来上がるまでつけておきます。こちらね、先ほど切ったネギでございます。こんな感じでバラバラーとなっておりますけど、これにまずニンニク、生ニンニクね、まあ、すりおろしたやつでもいいし、まあ
細かく切り刻んだ粒のニンニクでもどちらでも構いません。あれこれ開いてねえかな。新品買っちゃった、今日のために生ニンニク。ちょっと待ってね。 OK、 だいたいね4センチぐらい、1、2、3、4センチ、来たら今4センチ、4センチぐらい、もうちょっと入れていいかな、もうちょっと入れます。ニンニクとこちら味の素、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ぐらいね、さっき。で、こちら、胡椒は軽くでいいです、こんな感じで。で、あとはブラックペッパー、ブラックペッパーを入れていきたいと思います。これちょっとね、ブラックペッパーちょっと多めに振ってもらっても構いません。 OK、 あとはごま油、こちらヘルシーなごま油ね、こちらを入れていきます。ごま油を結構入れてもいいですね。 OK、 で、入れたら混ぜていきます。こんな感じでね。 OK、 これでほぼほぼもうお肉の上に乗っけて食べるだけでもう超うまいんですけど、これにもう一つ僕はね、一手間加えます。それがレモンね。これをもう思い切ってこの半分、これを絞ります。パワー。 OK、 で、混ぜます。は？待って、むっちゃいい匂いするんだけど、やばい。これね、本当にね、作り置きしといても全然傷まないんで、水使ってないんでね、本当に作り置きでも全然日持ちします。はい、これね。じゃあ本日のメインディッシュですね、それがこちら、豚バラスライスっていうね、これねスーパーで買ったんですけど、これ絶対用意してください皆さん。これをね早速焼いていきます。はい、それではね、こちらフライパンを用意して、あとはもうスイッチを入れるだけ。 OK、 ホットオッケー。こっからがね本番ですよ。油を引きます。 OK、そして本日のメインディッシュ、こちら山陽丸高で手に入れたこちらの豚肉、あ、やべ、切るの忘れとった、ちょっと切ります。もうチャーチャー言うたら切るの忘れとった。これね、入れていきたいと思います。あお、なんていい音、ジュジュ見てる。そしたらね、まず炒めていきます。あー、うまそうだ、最高にうまそうだね。くそ、ひっついてんだね。離れるんだ。もうこの段階でうまそうだね。最高の油の匂い。あち、こんな感じであらかじめお肉が焼けたら、これね、ネギ、これをもうぶっかけましょう。こんな感じで、あとは混ぜるだけ。 OK、 こちらが完成ですね。あとスイッチはちゃんと切りましょうね。で、こちら白ご飯ですね。白ご飯減量中なんですけど、ちょっと今日は食べますね。こちらに先ほどのこちら、これをね乗っけちゃいましょう。これもうたまらん近い腸やな、これ。あとむさぼり食うだけです。うわ、うまそう。で、最後に先ほど切っておいたなこのガネギを添えて完成でございます。こちらが焼肉屋が教えるネギ塩豚丼でございます。早速食べてみたいと思います。はい、それではね、こちら完成したネギ塩豚丼、これやばくない？もう見た目がやばい。そもそもこれをね、バーッと散りばめて、あとはもう好きにむさぼり食うだけ。うんま、やっぱりね、レモン絞ってるから豚肉って結構脂っこいじゃん。それでも全然紛らわせれる。うめ、骨がうまい、本当にうますぎ。よくね、やっぱりこう食べる動画出してると食べ方が汚いとか結構言われるんだけど、男なんで僕、もう男はこれぐらいでガッツリ食うぐらいはちょうどいいですよね。男飯のそんなもんです。ごちそうさまで。
うまい。あっちい朝めっちゃ辛い。ちょっと待って、水飲まして水。ぜひね、皆さんお家で試してみてください。マジで美味しい。やっぱり男飯はね、これぐらいがっついてちょうどいいんじゃないかなと僕は思っております。これさ、お茶漬けの CM とかこんかな、こんかという感じで、今日は焼肉屋のまかない飯というのをちょっと紹介してしまったんですけど、これからもね、男性の方で一人暮らしの方でもね、ぜひ心強いまかない飯をね、どんどん作っていこうかなと思ってますんで、ぜひそちらも楽しみにしておいてください。今日はね、ちょっとお家なんか騒がしくて申し訳なかったです。それでは最後に、もし今回のネギ塩豚丼うまそうだねと思った方はグッドボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。月に1回のパーソナルで、どれだけの変化を求めれるかというのをね、今回ちょっとねやってみようかなと思っております。とりあえず僕の目標は3ヶ月で20キロぐらいを。What does perfect even mean?